違うな。そい。うん、違うな。さあ、これや。ヘライちゃん。この話題をしんどいよ。卓球の泣き虫愛ちゃんこと、福原愛が、さあ、元不倫相手の恋人男性と同棲を続け、優雅な生活を送っていると、女性自身が報じている件だが、その女性自身は、下ネタじゃないよ。7月上旬の昼過ぎ、高級マンションから、デニムのショートパンツ姿で、尻を振り乱してる。むっちり愛ちゃんと恋人 A を目撃。なんちゅうおズボンだ。そんでかわいそうな元夫、ヒャーフォンジェが、6月21日に、現地メディアの取材に対し、福原愛が子供たちに会うため、近々台湾を訪れる予定もある中、このラブラブ状態、元夫クワワイチよ、福原愛ってやつはよ、去年の3月当時大手商社勤務の既婚者 A と不倫疑惑スキャンダルがスクープされ、あまつさえシャンフォンジェとの離婚協議中だというのに、子供を振っておいてのダブル不倫関係、え、疑惑？そう、 A さんを止めたけど、やっとらんの一点張り、やっとりゃん今日あれ。そして去年の7月離婚が成立、二人の子供は台湾。何してんの。しかもこの A も妻と離婚したことで再婚を視野に真剣交際をスタート。やってたやん今日あれ。福原の3億円マンションで半同棲状態確定。さあ、福原愛と A さんの元妻が大揉めしているという報道もあり、卓球の愛ちゃんのイメージはもはや色恋粘着ラバーと化している。ラバーメン。女性自身によると、足もネタじゃないよ。大手商社を辞めた A は、朝は家事に従事、昼は乗るよマイカ、夜も乗るよアイちゃん、ドライブマンとも完全に紐ってます。また二人は仕事が激減だけど、某中国系商社の後ろ盾で優雅な生活を送っている。とのこと。羨ましい。運転手付きロールスロイスで帰宅しているとのこと。そんな中華商社が取材に対し、福原さんは我が社のビジネスパートナー、中国での人気は高やろよ。ないよ。しかし最近は徐々にテレビ出演が増えているこの色恋愛ちゃん、その理由としてテレビ局は愛ちゃんを番組に起用し、卓球界と太いパイプを作りたいとの思惑があるという。もうなんやねん卓球で、温泉でしか見たことないぞ。さて我を思うに、これって幸せじゃないよ。人生は未来と過去で構成されてって、振り返りすぎる人も不幸だけど、未来ばかりしか見ない人、前向きな人も不幸なんだ。わかるか？未来には希望が輝き、過去には感謝が溢れてる。彼らは未来しか見ていない。なぜなら過去を振り返れば、可愛い子供たちが真実という名の瞳でヒーデンらを睨んでいる。だからきらびやかな未来しか見れない。そんなの幸せって言えないよね。前を見て振り返って、なお美しいこれぞ人生。さあ！ってこと。